はいということでですねちょっと面白い話題を見つけたので、えー、紹介したいと思いますえー、これ YouTube なんですけど「虐待から子どもを守ると藤本葉月ちゃんを忘れないで」っていう、まあ、チャンネルなんですけど、まあ、この人ねなんかまあその児童虐待防止に向けてね活動されてる方のようなんですがどうやら 今行われてるですね千葉県我孫子市の市議会議員選挙に立候補しているようです。で、もうなんかこの人どこからもね、公認を受けずもう無所属でね、一人でね、多分やってる感じなんですよね、すべてを。すごい頑張ってますよね。うん、僕も子供の人権を守る会 まあ、NPO を立ち上げてですね虐待から子どもを守る党を作ろうかっていうね、えー、話もあったんですけど、えーまあ、先にですねもうこういう党を作ってですね1人しかいないらしいんですが、まあ、活動して本当に市議会議員になろうとしているうーん市議会議員になってまずはなんか自装の機能改善をしようとしているようです。 えー、千葉県我孫子市です。我、ね、孫子市の人はもう手伝いに行ってあげてください。千葉県の人も手伝いに行ってあげてください。この人一人でやってるみたいです。で、えー、まあ電話番号が YouTube に載ってなかったんですがホームページの方に載ってました。こちらです。この人の人電話番号 070-4426-1155千葉県我孫子市の市議会議員に立候補している名前なんだったかななし、なしもとなんとかさんだったかなぜひね、手伝いに行ってあげてほしいです。児童虐待問題に関心のある方、意欲のある方、ぜひ千葉県我孫子市。 虐待から子どもを守るとのこの候補者手伝いに行ってあげてください。